れ、お願いします。え、あ、ボンジョリの家に忘れちゃった。あの写真まだだって、マリオが写真送ります送ります、昨日送りますって言っていただけたんですけど、すいません、ちょっと写真撮ってすぐ、今はできないですかね、今はできないです。ボンジョリの家にあります、奈良さんの家に。あ、いモンジョリさんの家に、じゃあそれよろしくお願いします。すいません、うん、登録するのに必要なんで。すいません、すいません、よろしくお願いします。口うるさくて、すいません。じゃあ行きますか、本気で。レディーゴー。さあ、お手並み拝見でいきますか。で、一応外部サイトだと012世と期待されている配信者、お手並み拝見いきましょうか。どれぐらいなもんか。タップカンスト、元気出してか、ブレスレット1日40個お願いします。はい、新規さん1000個以上で全員フォローします。はい、お願いします。新規さん、負けろ、はい、ブロックです、さよなら。さあさあさあ、シンキさん、ハートミー投げるとブレスレット投げれるんで、それ投げていただきたい。うん、いいっすか。そうそうそう、ハートミーを、あのね、左上の名前の右からハートのマークを押すと1コインでハートミーいけるんで、はい、そっからブレスレットお願いします。2倍ね。高かったら対応してね。よし、ブレスレットでクリアする。140ポイント。皆さん、ブレスレット元気出していってください。はい。で、クリアしました。2倍始まるまで、ギフト用意。準備。ゴール !1000 コイン以上。言ってほしい。ここで。ポイント全部2倍。ポイント全部2倍。ナイス!エリーナイス!続いてみんな。まーちゃんナイス!相手来てる、相手来てる。いけるいける。アミちゃん。アミちゃんナイス。10秒あるよ、10秒。シャーちゃん、クジラナイス。クジラナイス。ラスト、ラスト、ラスト。ここ強く。強く言ってくれ、すず。いい勝負や、すず。すずナイス、ミルクナイス。さあちゃん、エリちゃんフォローね。で、アミちゃんもフォロー。で、マーちゃんもフォローしました。ありがとう。いや、いい勝負してるなぁ。うん。すず。負けてもいいのかな、相手結構来てるなぁ。チャーチャーネス、そうそうそう。まず、今からいけるギフトを一発一人何でもいい。言ってほしい。追いつこう。なんか頭がクラクラする。どんなギフトでもいいから。自分がいけるギフト一発言ってみよう。うん、初ギフトないっすよ。全員、いや、新規さんにお願いしてるけどね。
そうそうそう、5ポイントでもいいよ。どうしようかな。頭が回んない。相手グローブ来てる、相手グローブ来てる。おっと、なんかバイク来てる。ナイス。リスナーさん、これ行って、満月一人一発。さあちゃん、ナイス。これ一個行って。これならいける。全員行って。ちょっと頭クラクラする。鳩嫌いさん、ナイス。これどんどん行って、みんな一人一発行って。ああ負ける。ラスト、いやー、すず、あみちゃん、ゆうゆう、ありがとう。ワンツースリーさんね。ピンクちゃん、いや、行った人ナイスだよ、ありがとう。ゆうゆう、まあちょっと相手強かったね。読み上げます。さあちゃん、さあちゃん、ありがとう。桜子と頑張る、ずっと一緒にいてね。ワンちゃんのことかな、ずっと一緒にね。そしてナンバーツーがまーちゃん。まーちゃん、ありがとう。エンタメ大好き、何人ものモデを掛け持ちしてる。なるほど、経験十分リスナーさん。そしてエリちゃん、フォローは嬉しいと、フォローしたからね。で、アミちゃん、ユユ、ミルク、マミで、ハト嫌い大ちゃんさん、フォローね、フォローしました。で、シェリーちゃんとテンテンちゃん、ありがとう。トップ10入ったんで、テンテンちゃんフォローしときます。すいません、逆に新規さんバトル、まあ気持ちは伝わりました。うん、いい状態でしょう。グローブ使ってきたのもね、うん、勝ちたいっていうのがすごい伝わったし、はい、10人い10番目も 1.5、はい、素晴らしい、素晴らしいと思う。はい、うん、でこれを明日強いギフトに変えれたらね、はい、勝てると思うんで。はいはい、ご教授ありがとうございます。いや、もう僕から言うことはないです。ありがとうございます。はい、ただ、はい、まあ脅すわけじゃないですけど、はい、まあ現在100人ぐらいいるんですけど、それを背負ってるっていうことで、負けたら全員がバカにされるんでね。はい、はい、100人ぐらい背負ってるっていうのは、あ、事務所のメンバー、はいはいはい、そこは覚悟してほしい。はい、うん、はいじゃなくて。わかりました、絶対勝ちます。敬語やめて、それじゃ勝てないよ、いつもの狛江じゃないと。絶対勝つわ。じゃあ、ああ、そう、そういう感じ、もっとちょうだい。いや、うん、マジで勝つわ。じゃあ、うん、本当にいつもの感じなら本当に勝つわ、ごめん。いつもの感じ、うん、だって外部だったら20万30万出るから、それスピチャイだったら60万だしね、3倍だったら30万出てたら90万になるわけだから、それをがっつりこっちに持ってこない、来れないでしょ。いや、それはそうだけど、熱量をね、伝われば、うん、いけると思う。レオ強い、うちの狛江の方が強いから。はい、なんすか配信者の方、はい、レオ強いとかってほざいてますけど、うちの枠で。いや、なめんじゃねえぞって話になるわ。なめんじゃねえよ、うん、そんなガチでやばいぞ、ど根性。うん、実績がちげえから。ど根性がちげえわ、うん、ガチで。だって今いろんな枠で狛江の話されてるからね。そうなの、うん、
くーちゃんとか、エンリケさんとか、名だたる配信者が、カズさんとか。ど根性なめんなっちゅうねで、ミカママが、ん。太鼓判をしたからね、いけると思うって。絶対強くなるって。なめんじゃねえよ。なめんじゃねえよ。本当に。便乗系に絶対負けないで。便乗なんだ。うん。絶対負けないわ、じゃあ。もう、狛江が苦手なタイプだよ。絶対負けないわ。ちょ、ベトリスも呼んでくるわ、絶対。で、結構煽り系もあるから気をつけてね。あんまり。ムキにならないように。大人の対応大し人のてね。対応、冷静なね。うん。分かった。で、グローブはどんな感じなの？グローブ今8、6個。6個。じゃあもうちょっとだね。うん。じゃあ頑張ってください。気合い入れますわ。で、明日一緒に行くんで、藤沢さんから連絡来てないけど、何時に迎えに行ったらいいのかな？そこはまあ藤沢さんとちょっとコンタクトを取ってほしいですね。コンタクト。コンタクトを取って、やっぱりちょっとそこはコミュニケーションを取っていかないと、やっぱりチームなんでね、そこはしっかりコミュニケーション取っていこう。わかりました。俺も今日、狛江の横で寝る。コミュニケーション。よくわからん。俺も行くね。泊まりでしょ、今日。今日もよくわか泊まるんでしょ、藤沢の家。らん。両タッチも来るよ。だから、狛江の横でコミュニケーション。今日もう横で寝る。今夜あなた、動え？かんじゃん。いや、行くよ。コミュニケーション。レンタカーで来るんでしょ？まず明日借りて。それマリオじゃん。でもさ、敵チームの両タッチと一緒に寝るってそれどうなの？士気上がるの？いや、仲いいのはいいけど、ちょっと慣れ合いすぎじゃない？だから俺、一瞬俺もそう思ったよね。でも仕方ない。でも、両タッチは福岡から来るんでしょ？まあ、そうですけど。まあ仕方ない部分もあるけど。仕方ないくないか。だってあとザッキーも乗してくからね。まとまりないんちゃう、向こう。深夜長だって一人で俺は現地行くもんで、とか言って。食べていいよ。でも言うて俺たちもバラバラだけどね、多分。そう？バラバラじゃない？いや、閉まると思うよ。閉まると思う？だってまず、君たちは仲いいでしょ？狛江軍団は。仲いいね。ね。何でも言い合えるしね、本当に。で、俺と狛江仲悪いから、まあ、当日は仲良くしよでも、言い争いなしね。じゃあ明日会ったらとりあえず何も語らずハグしよう。ハグ。てかさ、ちょっと一つ、あと一つ言っていい？何？配信終わってからさ、前回の誕生日の回、俺さ、ポンって肩叩いて終わりだったけど、あれはなんの意図？あれは。ありがとう。これが？ただ、まあ、今回ね、相手に何百万出されたら、あの時の俺の気持ち分かると思うよ。俺もうちょっと元気なかったから、ぶっちゃけ。あ、負けちゃったから。負けたっていうか、シュンとなっちゃったもん。顔引きつっちゃったもん、ちょっと。でも、あれは仕方ないと思まあまあ仕方ないけど、そういう世界で、まあ、そういう世界だけど、まあちょっと。すごい世界戦ってんだな、01って。世界を敵に回してるんだな。世界で戦ってるもんな。でも、藤沢さん来て、負けたけどね。何だったんだろうね、俺の11ヶ月。それは知らないよ。え？それは分かんない。それ分かんない？でも藤沢さんは一気にどさって流したからな。どさっと流した。だからもう、バーって、キャスからもう一気にどさっと藤沢軍団たちが、バーって来たからね。強いよ、藤沢さんは。
で、あのさ、あとさ、このイヤホンってゼロワンが知らせて大事なの？大事、バトル中は。うん、あ、大事なんだ。うん、あの、音が出るギフト飛ぶと声かき消されるから、あと、無限みたいな声でかい人とやると、うん、あの、声聞こえないと思う、リスナーさん。あ、そうなんだ。うん。で、ずっと声張るのも疲れるから、コラボ中はつけた方がいいと思う。ああね。うん。じゃあ持っていこうかな。コラボ中はね。ユニバとかの、ユニバとかの音で何も聞こえないよ、リスナーさん。あ、そうなんだ。うん。だコラボ中はイヤホンつけて、うん、コラボ以外はイヤホン外せばいいと思う。で一応こう持った方がいい。これが擦れるから、うん、こうやって持ってやるのが一応、理想。あれ、あの無線はダメ。あ、Bluetooth はあんま良くない。良くない。うん、Bluetooth は了解了解、持ってて、うん、iPhone の純正がいいと思いますよ。 iPhone の純正、うん、了解。うん、音大事だからね。うん、うん、じゃあそんな感じで明日楽しみに、うん、うん、楽しんでいこう。分かった。で、あの時間はしっかりとってね、教えてね、また。はいはい、明日の時間、集合時間何時か教えてね。だからさっきも言ったけど、藤沢が何時に来てっていうので、俺は困ってるだけであって、歌舞伎町交番の前に14時ってもう決まってるから。あ、そういうこと。じゃあ俺たちが行くの、歌舞伎町まで。うん、だから、俺がね、うん、ハイエースで迎えに行って、乗せるから。うん。うん。なるほどね。うん。で、機長は自分の車で行くらしいじゃん。うん、3人でね。3人で。うん、だから予定変わったの。分かった分かった。うん、了解了解。で、なんか話したそうだけど寂しいの？もうちょっと喋ってあげようか。いいよ。いや、ね、いいわ。まだ聞きたいこととかない？逆でしょ、そっちに。喋りたいのは。喋ることないんだけど。じゃあいいじゃん、全く。じゃあお疲れ。いやいや、なんか喋りたそうじゃない？じゃあご飯のコーナー行きますか。どう、美味しい？美味しいです。明日の店舗しなくて。うん、さあちゃんありがとう。明日の式は上がってる。どうだろうね。まあ午前中っていうのもあって、いるメンツもまあいないメンツもまあいるんだけど、まあどの時間帯にも俺伝えたいことは伝えたから、うん、あとはしっかり集まって戦えばって感じじゃない？うん、あとはちゃんと、まあ、集まると思うよ。じゃあ今のこの感じでっていうのはちょっと厳しいんじゃない？このね、昼間だし。でも信じてるよ、俺は。強いと思うよ、かなり。うん、かなりね。やることやったしね。で、最近のリスナーさんもバトル慣れてきたし、うん、よくね、対応したと思うけどね。うん、俺っちゃうとこれ食べたらいいの。これ一緒どないするんですか、これ。何これ、何で寄せてるんですか。だからそこ乗らないように、うん、もうこっち持ってきますよ。で、だからめんどくさいでしょ。もういいっすか。うん、で、リスナーさんすいません、もう明日さっきいただいてます。明日ちょっと企画でちょっとマリオさんも僕もやることあるんで、さっきちょっとご飯いただいてます。リスナーさん、これすいません。ん？これは誰の？これマリオさん。うん、ご飯がないって言ってますね。お
いやいや、俺が準備してたら俺自分で予想を受けるね。うん。で、マリオは気づいてても動かないんだよ、最近。母ちゃん動くから。うん、マリオって。で、これってね、タレとか言いましょう。ん？タレとか一緒に。いや、大丈夫です。ありがとうございます、準備。キムチ、うん、キムチ食べますよね。え？食べたい。はい。で、麻婆さん、本当はね、そっちの企画やりたいんだよ。でもグレーなんだって。グレー。これ今の取り出し、出てきますよ。グレーなんだよ。もう少しだけ入れてみます。はい。ちょっといいですよ。申し訳ない。うん。あ、この。はい。うん。いただきます。サミー、こつらないな。母ちゃんよく動くでしょ。マジで動く。うん、いや、あのマリオが俺ん家来だした1年、2年ぐらい前ぐらい動く。あ、マリオさんは最初家事結構してたんですか？全部やってたよ。でもマリオさん。動かさせてください。車の修理費13万でした。すいません。申し訳ないです。動かさせてください。ボロ雑巾みたいに使ってください。いやいやいや。ね、しょうがないですよね。でもドア全部特快じゃなかったから。マリオも事故ってるしね。ドア全部特快だったら20万以上だったから、まだ良かったです。いや、うまっ。良くないけど。すいません。まあ、ご飯食べないと元気出ないわ。昨日ね、業者の人に車持って行ってもらってし、あの見積もりしてもらったら13万でしたね。で、台車もらってるんですよ、ビッツ、うん、で、僕が台車もらってるのを知らずに、うん、区役所行って駐車場ずっとプリウス探してました、20分ぐらい。もう自分、ほんまにあのポンコツすぎてやばいです。で、リーさんを20分ぐらい炎天下の中待たせてました、うん、リーさん、あの駐車券入れるとこでずっと待ってました、うん、はい、炎天下の中。そうか、ごめんね、これアスパラ硬い。あ、でも根元だけでしょ。なんか根元がシャキシャキしてる。でも頭の方食った方がいいわ、アスパラ。あ、僕全然いけますよ。いける、うん、もうリスナーさん、うん、僕ね、あの前逸のことをよくバカにしてるけど、だからふわっちの話しないです。わかる、わかんない。僕も ADHD かもしれないです。ほんまにね、どんくさい。 ADHD が多いよ。はい、うん、 ADHD は。袴って何ですか、きなこと。栄養たっぷり。あのね、ジェロマンさんも健康になっていっても体感できるって。最近こういう食生活ばっかなんだよ。そうなの、うん、気使ってるんだよ、うん、でマリオもね。でも僕は正直苦痛じゃないですけどね、こっちの方が美味しいですし嬉しいですけど。あ、サポリ系の方が、うん、だってもうゼロワンさんとマリオさん好きなもの作ったら茶色いですもん、全部、うん、でパルパルが一番心配だけどね。パルパルはこの前でワンライブやめて半年ぶりに会ったらやっぱりまた太ってた。太ってたりする、うん、あともういろいろお金がやばいらしいから、うーん、収入もうないんだよ、ないんだろうね。うん、ちょっと悩みだな、あの子。やめてないよ。で、収入でもこの前イベントを見てましたけどすぐ飛んでましたよ。本当？はい、うん、マモさん、それちょっとやめてください。ちょっと事務所それやってないんで入れないですよ、来ても。うん、そう、やったさんのあのやったさんのバズイチのツイート見てくださいね。全部事細かに詳細書いてますよ。リアトツはダメなので。うん、あの近くまで来る分にはいいですけど、
遠目から 見守るリアトツでお願いします。いや、そうやって言っちゃうと一発しちゃうから、リアトツはダメってことを言った方がいい。あの別にあのジムに迷惑かかるからね、ケンオケさんの。カヤクさんごめんなさい。はい、お水取ってもらいたい。水、あ、水入れてる、氷あるの、あ、氷あります、自分の水より俺の水いってくれよ。すいません、あ、ジロワンさんの水ないです、はい、すいません。なんだろうね、マリオって氷入れるんで、ちょっと待ってください。俺が怒られるからね、あんまり言うと。そういう言い方はやめてください、言われるの。やることって残ってなかったっけ。あと、あの、じゃあ歌詞の最終確認やりましょう。ん、歌詞の何の歌詞、ヤッチョさんと、あの、レディーギブアップ、なんでネタバレするの。え、嘘嘘、何、やめてよ、本当に。歌詞なんて別にないよ、俺別に。ずっと、え、まあ、何ですか、すいません、うん、自分ちょっとどこまで言ってるのかが把握できてない。何も言ってない。うん、タイガーリスナーさん、あのリスナーさん、今の話を心に秘めといてください、皆さん。すいません、もう言うけど、ピタピと新曲やります。うん、聞いたことある人分かると思うけど、ピタピと新曲やる。うん、うん、それは言っとくね。うん、知ってた、初めて言ったで。うん、食欲ないよ、ね、カフェっぽい。どうしてだろう。え、明日大丈夫か。部屋が暑いからかな。暑いな、部屋が。暑いからですかね。うん、吐き気とか頭痛はないんですか。うん、はい、だったらまあそれだと、ね、部屋が原因だったらいいんですけど。マリオ、車っていつ取りに行くんだっけ。はい、車明日。明日、うん、お昼12時うん。で、あの新しい仕事のさ、うん、あれなんかファイルかなんかのあれやった。あ、はい、やった。はい、うん、エアコン変えようで、リスナーさん、エアコンがね、下に3台エアコンあるんですよ。で、3台ガンガン効かせて、上の方に、上のこの上の部屋を冷やそうと思って、下のエアコンガンガンにドア開けて効かせても、冷気って下に降りるんですよ。だから上まで来ないんですよね、下の冷気が。だからもうこれ買い替えないとかなり厳しいですね。そう、自分もめちゃくちゃ食欲増えてきて、ほんまここに来てよかったですよ。どんどん健康に、ま、やめるでしょ。いや、やめないですよ。半年後リスナーさん、半年後ぐらいに重大発表があります。え、
ゼロワンさん今日だって前回ね、はい、一生ついていきますって言ってくれたんで、はい、うん、まあ、じゃあ出してきますか。リスナーさん今日とうとうちょっと神戸に住んでてちょっと手続きややこしかったんですけど、はい、今日とうとう住民票ここの家に移させていただきました。おだから末永くお願いします家族。はい、じゃあ川西直樹になりました。じゃあ一個提案あるんだけど、はい、俺の養子にならない。え、もうなってるんちゃうんですか。川西直樹じゃないんですか。違うの。住民票でならないでしょ。ならないんですか。なるの、リスナーさん。住所川西直樹さん。これもう養子になってくれ、マリオも母ちゃんも。もう養子のつもりですけど。いやだ、それはやっぱ。いや、養子のつもりですけど、僕養子のつもりも家ないんで。養子のつもりも困るけどね。はい、うん、家ないんで、ここが家、息子気分でっていうのが、はい、家だと思ってますよ、うん、本当、はい、うん、親が配信めちゃくちゃ怒って、うん、もうやめろやめろ言うんですよ。親が一番のアンチって言ってますから今。Facebook を見てもらった？いや、連絡も取ってないんで、感動されました。 TikTok の配信見てもらったら、はい、あのイメージ変わると思うよ。だから親にここの住所教えてないんですよ。連絡もう、いや教えてないんですよ。そんなばらまかないでね、住所。親に見てもらったら。だって最近のお母ちゃんの配信、はい、朝配信平和なんじゃないの。まあ TikTok はね、うん、だから TikTok 見せてもらえねえよ。はい、それは他のさ、サイトのね、匿名コメント見てたら親も嫌になるよ。本当にきついっすか、ね、嫌になっちゃうって配信だったら、うん、TikTok は安心でしょ。 いっぱい食べてるのに痩せてるの羨ましいって。あのゼロワンさんに合わせてるから食事。昨日何の文句言ったの。1日1食、はい、何の文句言ったの。なんて言ったの文句。うん、俺の。いや、言ってないですよ。リスナーさんにあることないことを運ばすのはやめてください。なんか僕言ってました。キングさんってそれ昨日も今日もコメントして文句言ってたって。いや、文句っていうか、そのあれ、朝起きない件じゃないですか。今に始まった人じゃない。いや、朝起きない件に関しては言いましたよ。ここは言って、もう。何が怖いの？あの、起こすのも嫌だってずっと言ってますよ、配信で。しょうがないよね、はい、うん、それは文句じゃないよね。それを言ってるんじゃないんですかね、うん、ちょっと分かんないけど。起こしたら怒るって切る気あったらもうやめてね、うん、それはね、一緒にいたら不満の一つも二つもありますよ。うん、もちろん俺はね、もう嫌われ者だから。うん、でも嫌われ者になっても言うこと言わないといけないし、うん、だって社長とかってさ、嫌われる仕事だよ本当に。俺何も言わなかったらもう本当に何もダーダーでもっとひどいよ。うん、もっと、うん、もう母ちゃんは俺のことを思ってくれる、はい、なんか。ただそのおこ寝起き以外は優しいですよ、リスナー。それは配信で言ってます。いや、車乗ってる時やばい俺、どうしたけど何しとんねんって、ブチ切れてる、はい、まあそれはでもそれはあれ本当に危ないから、はい、それはほんま教えていただいてるんで、うん、俺ね、18歳で免許取った時にさ、親父に隣からどつかれながら教えられたから。危ないからトラック乗って、うん、命に関わることですから、ね、うん、食欲ないわ。うん、いびきはもうか
いびきしてますけど、だいぶ小さくなりました。もう CPAP はいらないです、マジで。いらない？いらないです、いらないです。もう前のその、なんていうの、地響きみたいないびきは CPAP いりますけど、今はもういらないです。いびきでもしてますよ、ですよね。してますけど、人並みのいびきです。ですこれ何が変わったんだろう、食生活。体重はでも減ってないんですよね。体重は減ってない。睡眠の質が上がったんじゃないですか、健康になって。ベッドも関係ある？ベッドも、あ、ベッドも関係あると思う、うん、で、プール何時か調べて、ちょっとプール行かん。いや、僕ちょっとまだやることいっぱい残ってるんですよ。そうやって、なんで言い訳するの。いや、もう完璧に準備しておきたい。リフレッシュさせてよ、うん、プール行こう。いや、プール行ったら帰ってきたら寝ちゃいますもん。いや、今日泳いだ後めっちゃ眠く、泳いだ後みんな眠くならない、だって。いや、そっから無限迎えに行かなあかんし。いや、僕はちょっともう今日、明日の準備させてください。まだ何な、何、自分だけカンペも何もできてないんですよ。俺だってやることいっぱいあるよ、うん、だってリスナーさん、マリオさんがずっとリングネーム考えないからカンペ作れなかったんだよ、うん、で、リスナーさん、ひどいよ。言わないでくださいね。いや、言わないでじゃないよ、マリオさん、うん、で、マリオさんにリングネームネタバレになるんですよね。結局、リングネーム考えないから早く作ってくださいって言って昨日完成したんですよ。これですよ、リスナーさん。え、読みますよ、うん、で、昨日考えて考えてくださいって言って考えたのがこれです。何？配信会、運と勘とタイミング。マリオがヒーローになるとき、それは今熱く魂焦がしてワンライブを切り開く燃える闘魂、ワンライブの成り上がり、裏番長、マリオがいないとやっていけない、マリオの登場長え、長えわ、マリオさん長すぎるやろ。